ジョカワイのショッピングが一途ジョカワイは、上海市ジョキにある道区の商業の中心であり、北は広本寺、東は延平路、南は南丹路、あるいはシャドロあたりまでの地区を言う。ジョカワイの歴史は、明の時代まで遡ることができる。民末の文猿拡大学士であった、著名科学者、ジョコウケイがかつてここで農業をするために開墾した。当初は、ジョヤコと呼ばれ、 集落を形成していった。その後、そこが、はじめか浜と、北家系の両河川が合わさるところだったので、除河湾と改名された。除河湾は、上海天主教の発祥の地でもある。1897年、森仙海が除河湾の北にて、南洋工学を開学した。天主教との馬愛博が創設した福丹大学と、 天守教系の新丹大学ももともとはこの地区にあった。また、日本の専門学校等は同文書院が1917年から1937年まで公共路にあった。港狐高広場除火灰の商業は主に服飾、及びパソコンなどの電化製品で多数の百貨店、量販店が立ち並んでいる。昼間の除火灰除火灰は、 道区の娯楽の中心地でもあり、道区中心地には二つのご姿勢映画館、英花伝営場とカトール伝営世界がある。その他にも湯木間のような大型娯楽施設が多数ある。地区の主要道でもある、はじめか浜地は川を埋め立てて作られた道路で、その際に、区政府は、除イ地区の環境改善のために2000年に、除海公園の建設を、はじめ、2003年に完成した。 規模は大きく、園内には小川も流れ、古い建築物も多数残され、主に喫茶室として使われている。また、この公園はカップルがたくさん集まるデートスポットにもなっている。女川井天守共同、ありがとうございます。